どうもどうもナッピーです。久しぶりに部屋の飾りを変えてみようと思います。今はこんな感じでフレームを作った時に紹介した状態になってます。それでいつもの小さい箱はこんな状態になってます。ランドのハロウィンが始まったのでハロウィングッズを飾ろうかと思います。それで私は結構ズボラなのでハロウィン終わって気づいたらあクリスマスも終わってたみたいになっちゃうんでハロウィンとクリスマスグッズ並べてもいいのかなとか思ってます。忘れましたけどこんなだったのかな。2007年のハロウィン。こんな感じに連結できます。すごい可愛いんです。2012年のクリスマスの置物なんですけど下が板チョコになっててツリーがクッキーでこの暖炉とかもフルーツ乗ってるケーキみたいになってて普段こんな置物は買わないんですけどこれは可愛いと思って思い切って買ったものです。もう一つ置物、これダッフィーとシェリーメイ。まだジェラトーニが出てくる前ですね。小さいお家が並んでるのも好きなのでこれは買いました。これはいつのだ、クリスマスとハロウィングッズを出してみました。こんなもんです。あと他にはこういったオーナメントたくさんあるのでこれはいつもツリーに飾ってるのでは可愛いのでなるべく四角い缶を買ってその中に入れてます。たくさん入るおせんべいかなんかの缶かな。こんなのとかこの子可愛いんですよ。頭が取れるんです。この可愛いボトルも飾ってみようと思います。元は紅茶とかココアが入ってるボトルで普段はこっちのダッフィーの棚に並べて飾ってます。よし飾り終わりました。これ使わなかったものたちです。左側がハロウィンで右はクリスマスになるように飾ってみました。
のケースはこの下に入れちゃいました。それほど大きいグッズは私は持ってないので、こんな感じで飾り終わっちゃいます。今回もご視聴ありがとうございました。